秋の宝賞の受賞者が発表されました。高知県関係では9人が選ばれました。学術やスポーツの分野で功績のあった人に贈られる四重宝賞は、パリオリンピックの女子レスリングで県勢として92年ぶりの金メダルを獲得した桜井つぐみさん。 同じくパリオリンピック男子レスリング六十五キロ級の金メダリスト紀岡幸太郎さんパリパラリンピック車椅子ラグビーで日本初の金メダル獲得に貢献した池幸信さんの三人ですまたその道一筋に励んだ人を称える大樹豊将は高知市の土地家屋調査士谷合恒幸さん 公共の利益に貢献した人に贈られる男女報奨には5人が選ばれています。秋の褒章は明日発令されます。